なんかまず感謝したい人が一人いて、西堀くんいますか？いない。もう西堀くん、西堀くんプロデューサーとしてすごい僕らのこと見てくれて、僕台本とかまでわざわざ作ってすげえ練習してたから、もうめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。もう、なんか出るってなった瞬間にもう話して、もう3週間ぐらい前から留学室入ってずっと練習してたんで、やばいやばいやべえ、これが A1 グランプリ足りなかった。ちょっと来年はこいついないんで、再来年にもう一回出たいと思います。おお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 はい、ということで、じゃあ、資料からお願いします。はい、彼らには、いくらだっけ。2000円ぐらいですね。確か、2位だ、2位も教えて。あ、2位ですか。2位もあってる。2位と個人賞。2位、個人賞俺は2位だ。あ、個人賞は。2位も教えて。キッシング組。コメントもらおう、コメント。コメントどうぞ。え、ほんとこの、これ始まる 10分前くらいにこれやるって決まって、優勝、準優勝できてるんだから本当に楽しく、ね、できてね、いやお前と来ただけでね、俺も嬉しかったお酒楽しかったです。ビールを汲むぜ。優勝のデコボコフレンズには賞金2400円。おお、準優勝のデコボコフレンズ、あ、デコボコフレンズ、石組には1200円。リアルな金額。あと個人特別賞で2000円っていうのがあるんですけど、これはちょっとね、俺らで後で話し合ってみるかということで。そうですね、あのもうブラックボックスで決めます、それは。はい、で、まあ、何、これが以上が A1 グランプリでしたけど、面白いでしょ、これ結構ね、面白いから、あいつ、次落としするぞ。いやいや、まあでもそう、俺がいなくなっても次のその、あの、次世代 CEO として小西健太っていう人間を一応置いてあるから、まあまあ来年からは彼の指示に従ってください。池崎行きます、以上でーす。俺らまた10月しか参加してえわ。